はいどうもコミです。さて本日はこちらスペックさんにお邪魔をしております。でこちらそのスペックさんなんですけども、クラン結成7周年ということでですね、そのお祝いのイベントに私も参加させてもらいました。でやっぱね、7周年続くっていうのはなかなかの努力ではできないことですよね。本当すごいと思います。あのスペックさんも改めておめでとうございます。クラン結成7周年ですね。で今回参加してみたらですね、ものすごい有名な方々がたくさんいらっしゃって、あのボンジュールさんに、ユタさんに、ジョカさんに、その他ですね、あの配信やってる方がたくさんいらっしゃって、あのかなり私も緊張しながら参加したんですけども、今回ですねスペックさんのこの7周年の、イベント、まあたくさんそういったあの配信者の方が来ているということもあって、各配信者のですね配信に一つずつこうキーワードが割り振られています。で私のこの動画もですね、最後まで見ていただくと途中でキーワードが1個出てきますので、それをですねメモを取っておいてもらう。で他の配信者の方のキーワードとこう足し合わせて文章を作っていただいてですね、それを応募してもらうと、豪華景品が当たるということで、結構ねこれ豪華なんですよ。T シャツとかね、まあ、あのベビドラの人形とかそういうのが当たるんで、ぜひねあの皆さん参加してもらえたらなというふうに思います。で、キーワードを、この動画の中に入れていきますのでね、見逃さずに、お願いします。で本日のテーマなんですけども、いややっぱりねドラゴン攻めが多いですね。かなり皆さんドラゴンの使ったアタックが多かったです。でその中でも特に、いやこれはちょっとねまずいんじゃないのっていうのがあって、みやびさんですね、まあ、あのご存知の方も多いと思います。ウェルプレードロードさんに所属してらっしゃるのかな、みやびさん。でですね、この方がね今回まあ星6を取ってらっしゃるわけなんですが、両方ともですね、あのロイヤルチャンピオンを使ってないというねとんでもない攻め方になってるんですよ。まあ、攻め方っていうかとんでもない結果になってるっていう感じかな。あのおそらくそれを狙ってってやっていながら、まあおそらくそれで取りきれなかったらロイちゃん最後使ってね、あのリカバリーしようぐらいに思ってらっしゃったんでしょうけど、まあその、あの読み通り使わずに済んでしまっているという形ですね。で、共通しているのがやっぱりですね、しっかりこうサイドカットをするってこと、こっちキングクイーンですよね、キングクイーン。で、こっちは、エレクトリックドラゴン、ライティングドラゴンですね。で、削っていって、で中心部分にこうねドラゴンたちを、まあ、面で押していくようにこう出していくわけなんですけども、でドラゴンが中心部分に付近に来たところ、ここですね、来たところらへんで突撃感を当てていってタウンホールを壊すという感じですね。タウンホールに対してはこれ、フリーズの呪文を当てていくんですけども、これ安いパーを止めることを重要視してますね。タウンホールそのものに関しては、まあ、バルーンがしっかりとアプローチをしていきながらドラゴンライダーが後ろからもついてきているので、まあ、それでクリアできちゃうというところですね。で、タウンホールを中心にこう左右に割れたドラゴンとドラゴンライダーたちが残りの施設をこう壊して、で前回まで持っていくわけなんですけども、ロイヤルチャンピオンがいるわけですよ。おまけにフリーズが2個残ってますねこれどうなってんの、一体どうすればこうなるよっていうね、もうちょっと常識を覆されたというか、むしろこれをこうあのすげえって言って配信しちゃうと、あのさすがにドラゴンの下方修正が来るんじゃないかと思ってね、あの配信する側も少しビビりながらやっています。いやーこれもんですよ、これはすげえわ。ちょっとねこの方を敵に回したくはないですね味方でよかったっていう感じです。で、みやびさんのアタックも含めて、あともうですね今日4本見てきたというふうに思います。でもう1個はですね、これですね、26番を攻めたみやびさんだったかな、こいつもそうなんですね。はい、で、やっぱりですね、あの中心部分をドラゴンたち進ませるっていうプランは変わらずで、ここ進ませるんですね、ドラゴンたち、こういう風に、まあ、ドラゴン部隊、ドラゴンとドラゴンライダーですね、ちなみに66で持っていて、これを進ませていく。で、さっきと同じように両サイドをカットしていくんですけども、カットしていくユニットが何かっていうのもちょっと見てほしいんですが、こちら上方面、順次方面はキングクイーンですね、さっきと同じようにやっていきます。でこちらの3次方面、ここあんまり対空防衛がないので、ベビドラで削っていくんですね。コスト削減ですね。最近流行りの。はい。で、まずは、レイジ2発撃ってから、フォーム、さらにレイジを重ねる。このね、トライアングルのこのレイジの形っていうのは、結構ドラゴン、あれ、ライドラでやるのに似てますね。で今回、もうタウンホール側から一気に突撃感を当てていきます。これ多分秘書権の攻めだったのかな。おそらく罠が割れていて、トルネードトラップがどこにあるのか分かってると思うので、
それをですね、分かった上で、最短距離でタウンホールに突撃艦を持っていくという感じですね。で、突撃艦もタウンホールを壊すためだけに使っていくということで、当然上方面、こっち側からは金空が来てるんで、余裕ですね。ドラゴンライダーも2、3体、さらにグランドウォーデンもついてるんで、しっかりと威力が残っているという感じですね。で、そのまんま一気にこっちの4時方面までヒーローたちが、ドラゴンライダー引き連れて走っていくと、まあ、いう形になってるんですけども、まあ、宮城さんのこのアタックに共通しているのは、しっかりとエアスイーパーを処理するということですね。これ、ライトニングでエアスイーパー処理しているというところはまず見逃せない。これ一つのポイントですね。で、2つ目のポイントに関しては、しっかりとこの両サイドのカットをするっていうところですね。間違えた。今回で言えば、こことここですね。こことここ。こことここをカットしながら、そのカットの効果っていうのが、なるべく先々まで続いていく中心部分付近までは、しっかりカット効果が続くようにカットしてると。で、この真ん中の部分からドラゴンたちを一気にこう出していって、で、レイジ3発当てながら、トウモンを当てて、もう序盤で一気に呪文を使って押していくという感じになってますね。すごい。これはでも本当にすごいな、マジで。ちょっとさすがに強すぎるって感じ。はい、これですね。今ちょっと見ましたけども、ここ、ライトニング使って安いを壊すことによって、ドラゴンの進行が遅れないようにすると。これは結構重要。で、かつ、その必要がない場合にも当然ライトニング使えないんですけども、ライトニングの呪文を使わないと、エアスイーパーに打たれちゃうよっていう場合には、しっかりとこうケアしていくというのが、みやびさん式ですね。これはもう、まさにドラゴンライダーアタックの、底力をね、見せつけている攻めなんじゃないかなっていうふうに思います。やばた2円ですね、これは。本当にすごい。ちょっとびっくりしました、本当に。で、似たような感じで攻めているのが、ジョカさんですね。これはサブ枠かな？薬剤のクイーンアカウントで攻めてらっしゃいますけども、ジョカさんのアタックもですね、かなり相手の配置に合わせた、攻め方をするのが結構特徴的ですね。自分のその、なんていうのかな、プランニングもよく、近い形で考えてるんですけども、相手の村のその、エアフィの向きとか、まあ、いろんなところをこう計算に入れながら、なるべくですね、それに刺さる面だったり、あとは、戦術を選んでいく、その考え方をする。もう、ジョーカーさん、それがもう本当僕よりも1段2段ぐらい上手いですね。このレベルに僕もできるようになりたいなと思うんです。で、今回のジョーカーさんのアタックっていうのは、少し奥目までこうね、もう我慢します。こうすることによって、突撃艦にしっかりトウモがかかった状態でタウンホールに向かっていくと。で、これね、タウンホールに向かう突撃艦が、結構近くまでね、ドラゴンライダーと一緒にいるんならいいんですけども、今回みたいにドラゴンライダーが少しこうね、離れた距離に、今この辺にいましたよね。いるところで突撃艦がタウンホールに届くような位置関係で攻めていく場合には、これさすがに飛ぶないと危ないですね。ウォーミングなんかがこの辺に出てきちゃったりとか、エアスイーパーが出てきちゃったりすると、そのままタウンホールに到達せずに突撃艦が起こっちゃうということがあり得るので、しっかり突撃艦をタウンホールに届けるために、トウモンを当てていく。で、そのためにも、序盤に当てるんではなくて、火力がね、今回の村ってこっち側に集中してるんですね、こっち側に。こっち側に火力が集中してるので、上側はそんな火力が、まあ、言うほどまあ高くないんですよね。防炎具もいないし、宝石もないし。でそういうとこに関しては、トウモンを使わずに我慢しておいて、中盤から終盤の火力が上がるところでしっかりトウモンを使っていくことによって、マルチインフェルノの攻撃を無効化したりとか、そういう風な形で使っていくんですね。さっきの宮城さんとはすごい対照的な感じになっているのかなというふうに思うんですけども、これはやっぱり相手の村のタウンホールの位置関係なんかをこう見極めながらやっていくのがいいのかなというふうに思います。宮城さんのさっきのアタックっていうのも、どうなんでしょうね。2個目のアタックなんかは、タウンホールのまあ裏側、ドラゴンたちに突撃艦を混ぜていくんだったら、もしかしたらトムが必要になってくるパターンだったのかもしれないですね。秘書圏でおそらく攻めているんで、タウンホールの手前側っていうんですね。最短距離で突撃艦を当てていきましたけども。で、非常にね、強いんですね、このアタック。で、ミスのアタックも上げたかったんですけども、まあまりにも全開がまず多すぎるということで、ミスがないんですよ。本当に、ね、少ないのね。で、今回の話とこう関連するミスがなかなかなかったんで、別のアタックをね、されてる方が結構いらっしゃって、クイヒディガーとか、まあそういうケースでミスになっている場合っていうのはあったんですけども、
まあ、唯一ちょっと際どかったかなと思うのがラミエルさんのこれですね。まあ、でもね、際どかったって言ってもやっぱりその多分これ初見で攻めているので、突撃艦がタンホールに行かないんですね。簡単に先に状況的にお話しすると。だけども、まあ、そこからのリカバリーっていうのが十分に効いている。それができちゃうんですよね。で、今回ドラゴンとドラゴンライダーの面をここにしてます。で、おそらくラミエさんここにしたのはイーグル方法ヒーローで先にこう潰せるというところでメリットがね、この3次方面あるん でそこをしっかりとやっていったってこと。これちょっとね、もう少しキングのフィストが早ければよかったかなっていう気は若干ますけども、まあ、でもそれでも相手のキングを潰すことができたけどイーグル方法壊れなかったのが、これ惜しかったですね。ロイちゃんを使ってリカバリーしていきます。で、ここに投石機、対空砲、もう一個投石機、アーチャークイーン、で、グランドウォーデン像、インフェルノとね、すごい、まあ、高火力の対空防衛が密集してるわけですよね。そこに、ドラゴンライダーを一気に突っ込ましていって、で、突撃艦も混ぜながら、ここでトーム、かけていくことによって、レイジトーム状態で、さっき言った、高火力の対空防衛を片っ端から投げ通していきます。で、ここ爆弾がたくさんで、トルネードがね、効いてる間ってフォーミング当たんないんですよね。で、溶けた瞬間にこう当たるもんだから、みんな、フォーミング食らって突撃艦が落ちちゃうっていう、もうこれがじれったいんだけども、その後にしっかりとフリーズをかけてあげながら、レイジを当てて、ヒールも当てて、ドラゴンライダー回復しながらタウンホールきっちり撃破していくという感じですね。ドラゴンたちはこちら、中央部分に向かっていきながら、ドラゴンライダー、さらに、9時方面に向かった部隊、こう二分しましたけども、そいつらが最終的には6時方面に結集していくという感じですね。まあ、この分断っていうのはおそらく予測したものではなくて、まあ、多分元々のプランっていうのは、突撃艦を当てながら、この辺からおそらくロイヤルチャンピオンを出して、こう回していこうと思ったんじゃないかな。キングがこのイーグル砲を壊せなかったんで仕方ないロイちゃんでリカバリーでそれを当てましたけども、っていう感じだったんじゃないかなって思います。で、ドラゴンライダーの一部この9時方面に流れた部分っていうのも、これ、ここにあったトルネードがなければ、そのまま突撃艦がタウンホールに行ってしまって、そのままですね、こっちにこうみんな流れていった。で、ロイヤルチャンピオンが9時方面からカットをすることによって、みんな6時方面に、ドラゴンたちはまっすぐ6時に向かって、ロイヤルチャンピオンが9時から6時ですね。こういう、ルートを、描きながら、最終的にはこの、ね、下方面、まあ、6時のところで着地するっていう、なっていうふうに言うが、いや、リカバリーうまいですね。こういうリカバリーがやっぱり慣れてる方は効くし、このレベルにやっぱり使えるようになってくると、そうそう事故が減る、のかなと思いますね。これおそらく、どうなんだろう。対空砲だったり、アチャ砲とか、ビズ砲のレベルが上がってくると、攻撃力が上がることもさることながら、HP も上がってなかなか壊れにくくなるので、まあ、そういったところがこう整ってくるともう少しね、防衛側がいい仕事ができてくるのかもしれないですけども、今の状態で言うと、まあ、圧倒的にドラゴンの攻め手側優位な感じですよね。で、ラスト行きましょう。ラストはですね、フィクサさんですね。フィクサさんね、実は、ちょっと、この人は怒られるかな。どんな攻めをされるのかなって結構ね、割とチャット盛り上げてくれる、方かなと思ったんですよ。これやったら怒られるかな。ごめんなさい、フィクさん。いや、したらめっちゃうまいの、これ。しっかりクエイクじゃないわ、クエイクライトニングかで、エアスイーパー2機をきっちり折っていくんですね。で、さらに、折りながら相手のインフェルノ、シングルもここ折れてるわけですよ。ちょっと喋ってたからあれかもしれないですけども、ここにエアスイーパーがこういう風に効いてて、こっちでもエアスイーパーがこう効いてるんですね。で、ここにシングルインフェルノがあったわけなんですけども、ここを壊していくことによって、この後のルートですね。まずシングルインフェルノを壊した効果が速攻出ます。これキングでタウンホールをまあ狙っていくわけなんですけども、このキングでのタウンホールを壊すときにシングルインフェルノがあると絶対壊れないですね。キングがやられちゃうんですけども、そうさせないようにきっちりシングルインフェルノが壊れているからタウンホールが落ちるということですね。この、トルネっていうのも、こっちからキング入れたらキングがかかっちゃうんですけども、違う方面から入れてることによってかからないんですね。で、そのまま次、ドラゴンライダーパート一気に行きます。この密集。こいつらの密集が効くんですね、こんな感じで。ゴリゴリですよ、もうゴリゴリをしていく感じ。いやー、気持ちいいですね、見てて。で、ボマーも一緒に加えていきながら、ロイヤルチャンピオンを、地上方面から刺して。
で、そうすることによって、こっち側から8時方面ですね。まあ、どっち側でもそんな変わんないですよ。ただし、こっちによって、ドラゴンたちが、外になるべく流れずに、中央部分に向かってほしいという形を取ってますね。で、その効果もあって、ドラゴンライダーはしっかりと中央部分に向かっていってます。で、そこで、トームをかけることにより、相手の投擲だったり、クロスボウっていうところに、まずトームをかけた状態でアプローチができていく。これいいですね。で、相手のキングと当たるところで、まあ、ロイヤルチャンピオン落ちるわけなんですけども、敵のロイヤルチャンピオンに関しては、ドラゴンたちが合流するタイミングでロイヤルチャンピオンを出していくことによって、相手のロイちゃんをドラゴンと一緒になってこうね、殴ることができるんで、ロイヤルチャンピオン同士の打ち合いで負けることはないというね。まあ、最後この対抗が結構活躍しちゃってるので、あえて言うならば、ロックボマーをこちら側から当てるっていうのもただ楽しかったかもしれない。そうすると、今、これ、対空砲がだいぶ仕事して、ドラゴンたちを焼いてたところっていうのが、焼かれずに済むし、今回ですね、ここの部分ってかなりもう、シルタさん、綺麗に対策だと決まってたので、狭かったんですね、この距離が。で、そうなると、大量のドラゴンとドラゴンライダーっていうのが、同じ施設を殴ってる上にロックボパンがボンボン落ちていこうとするわけなので、要はオーバーキルになるわけですね。そうすると、まあ、攻撃力がもったいないので、上から当てるのもありやったかなと思いますけども、まあ、こればっかしは、机上の空論的なところもありますよね。下からこう6番ボマーを混ぜたことによってドラゴンたちがこう生き残ってるっていうね、そういうことも当然言えるので、まあやるとしたらそういう変化を加えられたかなぐらいで、本当に素晴らしいアタックだったなというふうに思います。もう最初のね、このライトニング7発っていうのがすごいですよね。ここに当てたライトニング7発、これですね。これ。あと、大空を壊していくことによって、このタウンホールをね、回復させないっていう効果もね、まあ、あるわけです。いやー、うまかったですね。本当にもう皆さん、この4名か。この皆さんのアタックの精度が高くて、まあ、ドラゴンを使う方、まあ、ドラゴンライダー使う方っていうのは、本当に参考になるアタックばかりだったと思うので、まあ、今回の動画の中で重要な部分っていうのは、フォームをかけるタイミング、先にするのか後にするのか。先にかけるんだったら一気にもうレイジをガンガン耐えて、トーム中にライトニングドラゴンを掴みたいにゴンゴンって押しちゃう感じですね。ゴンゴンって押しちゃって、序盤に大きなアドバンテージを取って、残りは余力で攻めていくみたいな感じのパターン。これは宮城さんケースですね。にしていくのか、ないしはジョーカーさんみたいに、少しね、トームを貯めておくことによって、中盤から終盤に高火力帯があるっていう場合。まあ、だから、宮部さんのこのパターンで行くんだったら、序盤に高火力帯がないと持たないことになる。でも、中盤に高火力帯が来るっていうような配置を攻める場合には、ジョーカーさんみたいに、トームを遅らせるという判断っていうのが、あるといいかなというところですね。その辺は村によってこう使い分けると。はい。まあ、ピクトさんのこの最後のアタックっていうのは、本当にもうルート作りがめちゃくちゃうまかったんで、こういうルート作りができる場合には、先言ったお二方とか、あとラミレさんのアタックみたいに。まあ、ラビアさんのアタックもこのピクトさんに近いかな。序盤でヒーローをスーサイドっぽくね、こうもうそこで仕事をさせていったもヒーローとして怒っちゃうけども、まあ OK みたいな感じ、にして使うっていうケースですね。まあ、この辺をうまいことこう使い分けていくといいのかなというところですね。とにかくこの村を攻めようと思ったらどうだろうな。タウンホールを取って確実に星2を取るんだったら、こっちにキングとかをこう歩かせてクイーンでこう折ってこうとすると、おそらくクイーンじゃ折りきれないと思うので、やっぱりフィケタさんがやったみたいにキングでタウンホールを折っていくっていうパターンがこの村にはハマったんじゃないかなと思いますよね。ナイス判断、ナイスプランニングだったなと思って勉強になりました。はい、というところでですね、最後になっちゃいました。ごめんなさい。なんかもうガーって喋っていたら途中でちょっとキーワード出そうかなと思ったら出してなかったすいませんでした。で、私のキーワードあです。ピフヘホのあですね。こちらをメモを取っていただきながら、他の皆様の動画見てもらいつつですね、キーワード、全部集めてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。本日この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルですね、タンホール12から14まで幅広くクラン対戦のアタックの解説やっております。これからもぜひ、いろんなね、役立つ動画上げていきたいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。